ロシア皇帝の紋章ロシア定位請求者では、1917年の2月革命によって、崩壊したロシア帝国皇帝の後継者を名乗る人物たちについて述べる。現在の正当なロシア定位請求権者が誰であるかについては、議論がある。ロシア皇族の大半は、皇帝ニコライ2世とその家族の処刑の法を聞いても、信じようとしない態度をとったり、あるいは、 皇帝一家の死を受けて何らかの政治行動を起こすのを躊躇していた。しかし、パリを中心に亡命ロシア人の君主制支持者組織が形成されるようになっていった。一部の帝政支持者は、ニコライ二世とこのアレクセイ皇太子、及び皇帝ミハイル・アレクサンドロビチ大公が処刑された今、帝位継承権第一位となっていたキリル・ウラジー・ミロビチ大公のもとに、 結集した。定性支持者の中で、キリル大公を支持しない人々の多くは、キリルとその弟たちは、定位継承者として、不適格であるとして、存命中の皇族男子の中では、継承順位で、ウラジーミル文家に次ぐ位置にいた、若いドミトリー・パブロビチ大公を支持した。また別の一派は、老齢のニコライ・ニコライエビチ大公を指導者と仰いだ。 ニコライ大公は長く軍人として活躍し、ロシア軍最高司令官を務めた経歴や、皇族中の最長老という威厳も持ち合わせていた。ドミトリーとニコライは、実際に定位請求者となることを表明することはなかったが、キリルは1922年8月8日に、ロシア定位の保護者の称号を名乗った。 そして2年後の1924年8月31日に、全ロシアの皇帝キリル一世であることを宣言したのである。キリルは自分が皇帝であることを前提にして、3人の子供たちにロシア大公な内しロシア大公女の称号を名乗らせた。しかし、キリルの子供たちは実際に統治者であった皇帝の彦に過ぎないため、 その点を踏まえれば生まれながらに名乗れる称号は、ロシア公内使は、ロシア公女のはずであった。帝政伏壁運動に、キリルよりも、本格的に関わっていた、ニコライ大公は1929年に死去した。キリルはフランスに亡命急転を置き、ロシアの君主制支持組織の発展に力を注いだ。1938年に、キリルが死去すると、 その唯一の男子ウラジーミルが、ロシア定位請求者の地位を検証したが、ウラジーミルは、公的には、皇帝の称号は使わず、大公として知られた。1939年、ウラジーミルは、父と自分の支持者であった皇族のガブリール、コンスタンチノビチ公に、ロシア大公の称号を与えた。ガブリールは、皇帝ニコライ一世の彦に過ぎないため、本来ならば、 大公を名乗る資格はなかった。このため、大公称号の授与は、18世紀に、女帝エリザベータが、姉の息子、カールペーター・ウルリヒに、ロシア大公の称号を与えた前例を踏襲する、形で行われた。ウラジーミル文家の支持者たちは、ウラジーミル・キリロビーチ大公は1917年、以後も、定位継承法の規定する対等な結婚の条件を、満たした。 唯一の皇族男子であると主張している。1948年8月13日、ウラジーミルは、グルジア王家家長の地位を主張していたギオルギ、バグラティオニムフラネリ公爵の長女レオニーダ、バグラティオンムフランスカヤと結婚した。バグラティオニ家の王族としての地位は1783年に、ロシア政府がグルジアと結んだゲオルギエフスクの和役によって保証されており、 さらにウラジーミルは1946年12月5日に同和役に明示されたバグラティオニ家の地位をロシア提出課長として再確認していた。1969年、ウラジーミル分家の男系男子が自分を最後に耐えることを見越したウラジーミルは一人娘のマリアウラジーミロブナをロシア定位の保護者の地位につけることを発表した。この措置は マリアがゆくゆくは定位継承者となることを意味していた。この決定は以前からウラジーミルに対して反感を持っていた他のロシア皇族たちや君主制支持組織の怒りに触れた。この宣言が出た直後、ロシア提出の3つの分家の党首であるフセボロド、イオアノビッチ公、ロマンペトロビッチ公、アンドレイ・アレクサンドロビッチ公はウラジーミルに書簡を送り、 ウラジーミルの称号を対抗ではなく、こうとした上で、ウラジーミルの結婚も1917年以後の他のロシア皇族たちがしたのと同じ帰選結婚に過ぎず、従ってレオニーダは他のロシア皇族の配偶者と同じ身分しか持たないと通告した。また、書簡にはマリアをロシア大皇女とは認めないこと。 ウラジーミルが出した宣言は、定位継承法に照らせば違法であることも述べられていた。1989年に、皇族のバシーリー・アレクサンドロビチ公が死去すると、ウラジーミルは直ちに娘のマリアを、定位継承者とした。ウラジーミルにとって、バシーリーは、ロシア皇族としての身分に貸しがないと認め得る、ロシア提出最後の男子であった。 バシーリー亡き今、定位継承権において、自分の直系であるマリアより、優位な立場にある人間は一人も存在しなくなった、とウラジーミルは認識したのである。1992年に、ウラジーミルが死去すると、マリア・ウラジーミロブナが、ロシア帝室課長の座を引き継ぐことを宣言し、一人息子のゲオルギー・ミハイロビーチを、法廷推定相続人とした。 ゲオルギーはマリアが1976年から1985年まで結婚していたプロイセン王子フランツ・ビルヘルムとの間に設けた一人息子で不詳のミハイロビチはフランツ・ビルヘルムが州都ウラジーミルからロシア大公ミハイル・パブロビチのロシア皇族名を与えられていたことに由来している。マリアとゲオルギーの母子はそれぞれロシア女大公 ロシア大公の称号を使用している。ある指揮者によれば、マリア・ウラジー・ミロブナ大公女が、ロシア提出課長であることは、ロシアの本格的な君主制支持組織の大多数、そして昭和の課長たちの大多数が認めるところである。昭和の課長たちは、今も、マリア大公女を課長とする、ロシア提出と関わりを保ち続けているという。 2017年12月16日に行われた、ルーマニア全国王ミハイ一世の葬儀には、旧ロシア帝室の中からマリアのみが出席した。海外のロシア正教会も、マリア・ウラジーミロブナを、ロシア帝室の課長とみなしている。1979年、ウラジーミルに反対する7人のロシア皇族たちが、ロマノフケ教会を創設し、 同年の暮れに、ロシア提出とその演者からなる、同協会のメンバーの半数以上の同意を得て、ウラジーミルはその両親の不法な結婚により手い、継承権を持たないとするという決定を行った。当然ながら、ウラジーミルと娘のマリアは、同協会に参加することはなかった。教会は、マリアの息子ゲオルギーについても、ロシア提出の一員とは認めないとしている。 1989年に、総裁のバシーリー・アレクサンドロビチ公が没すると、教会は次の総裁に、ロマン・ペトロビチ公と、ロシア貴族出身の妻との間に生まれた長男の、ニコライ・ロマノビッチ・ロマノフを選んだ。ロシア国家に対するロマノフ家教会の公式見解は、ロシア人は、自らの望む、形の生態を選択すべきであり、それがもし君主生態であるならば、 ロマノフ家に、ロシア君主となる資格があるというものである。しかし1992年4月に、ウラジーミルが死去すると、ロシア公の儀礼称号を使用するニコライ・ロマノビチは、自らが、ロシア提出課長となることを宣言し、課長の座をめぐって、マリア・ウラジーミロブナと競合することになった。ニコライは、以下の2点を挙げて、自分を正当な定位請求者であると主張した。 まず、ロシア提出かない方が定める、男系男子の原則の見地から言えば、ウラジーミルの後継者には、自分がなるはずであること。そして、ロシア太古は、王族との身分対等の結婚の原則を守らねばならないため、非王族出身者を母に持つマリアは、既戦結婚で生まれた子供として、定位継承順位から外れるが、単なる、ロシア公には、 ロシア大公のように結婚に関する厳格な制約は適用されないはずであるから、自分の父ロマン・ペトロビッチと、ロシア貴族出身の母との結婚は、帰戦結婚の範疇に入らず、したがって自分はロシア定位継承権を有する、というのが、ニコライ自身の見解である。 自身を総裁とするロマノフ家教会に属する、ロシア提出の人々はニコライを支持し、マリアを既戦結婚で誕生したとみなしている。2014年に男子のいなかったニコライが死去すると、弟のドミトリーがその座を継いだ。2016年、兄ニコライと同じく男子のいなかったドミトリーが死去すると、ミハイル文家のアンドレイが、ロマノフ家教会によって、 ニコライ・ロマノビッチから主張してきたロシア帝室課長の地位に選出された。アンドレイは皇帝ニコライ一世のヤシャ語であると同時に皇帝アレクサンドル三世の外創尊に当たる。2013年6月、キリル・ウラジー・ミロビッチの女系の彦に当たるカール・エミッヒ2、来人間は、それまでのルーテル教会から聖教会に改修した。カール・エミッヒは、 マリア・ニコライの両者が共に、既戦結婚による出生のために継承権を書いているとして、自身が正当なロシア提出課長であると主張し、ロシア連邦君主制主議者党から、ロシア提出課長としての指示を得た。2014年3月31日には、自身が、ロシア皇帝、ニコライ3世であることを正式に表明した。また、カール・エミヒは、 ロシア連邦君主制主義者等の指導者であるアントーン・バーコフからミクロネーション、ロシア帝国の元首に水彩されている。ありがとうございます。